林公軍公演、スピークロー、ノーテール。この作品は、音楽評論家で、現代史の詩人でもある、小沼淳一さんの書き下ろし戯曲をもとに構成されています。一つの世界は、スピークロー、あるジャズバーの物語。この作品は、小沼さん自身がずっと通っていたという、ある東京都内のジャズバーをモデルにしています。マスターは自分自身の音楽についての考え方を持っていて、このバーの経営の仕方についても自分自身の独自の考え方を持っています。そして常連客に様々な人たちがいます。絵描きやミュージシャン、そしてサラリーマン、OL、学生、いろいろな人たちがそこに出入りします。人々は音楽について、アートについて、そして四半世紀以上にわたるこの年月の中で、日本が、世界が、どのように変化してきたか、そのいろいろな世の中の変遷についても語ります。このバーの特徴は、大きな L 字型のカウンターです。このカウンターの中では、時々ライブ演奏が行われたり、そしてこの狭いカウンターの中で人々は出会い、別れ、様々な人間ドラマが行われます。マスターと向かい合うお客さんは、マスターに自分の思いの丈をぶつける時もあります。もう一つの小沼さんの戯曲は、お向かいの猫たち。小沼さんは犬や猫、動物たちをとても愛している人です。で、向かいの猫が見える母と娘の会話が元に構成されています。そして、尻尾がない。これは犬についての物語です。小沼さん自身が過去に飼っていた犬についての思い出。そして、妹さんが登場します。小沼さん自身の子供の頃からの記憶をたどりながら、動物への愛と人間についての様々な考察がそこで行われています。お客さんはこのバーのカウンターに座ってひとときを過ごす、そんな気持ちで見ていただければいいと思っています。楽器はほとんどの場合、一人が一つを演奏する。にもかかわらずである。一人が一つを演奏するということでは同じであるのに、例えば、想像してみてほしい。ピアノを弾くことと、バイオリンを弾くこととでは、フルートやクラリネットを吹くこととでは、まるで違っている。違っている。だろう。ソロとは一人であり、一人とは孤独である。音楽家は練習をする。練習は一人でする。繰り返し繰り返し同じことをする。引っかかったところに戻り、納得のいくまで試し、自分の耳で感性で納得できるところまで、いや納得しきることはなかなかできないかもしれないけれども、繰り返してみる。練習は一人だ。共演者と合わせるまでに曲を自分のものにしておかなくてはならない。練習は弾いている人以外にとっては必ずしも音楽ではない。演奏
するとき、人は自分が弾くのを聞く。自分が発している音を聞く。それにしても、人はなぜ楽器を弾くのか。集まってくれてありがとう。こんな、こんなって言うとよくないね。でも、こんなとこで一人きりで歌うのってとっても緊張する。します。ステージと客席がちょっとだけ離れてるライブハウスや公園とか、シャッターが降りてる店の前とか、いろいろやってきて、どれもみんな違う。ここみたいに一列にみんなが並んで聞いてる。一列しかない代わりに一人一人の顔がこんなにそばではっきり見えるのってとっても、でこんなマスターに感謝。いつもお客さんで来てたけど、この茎と曲がったところでやりたいなってずっと思ってた。真っ黒にすすけたオーブン、ボロボロの給湯器、使い込まれた中華鍋、見慣れた者たちと一緒に歌えたらいいな。だからみんなに、ここにいるみんな、すべて、鍋も先っぽが焦げた菜箸も、一度も使われてない新品の割り箸も、傷いっぱいのグラスも、キープされたウイスキーや焼酎にもみんなありがとうって言いたい。ここんち猫いるんだよ。ねえねえ、やっぱ猫だったんだよ。あんなとこにいたんだよ。にゃんだよって顔してるよね。猫は猫だね。猫さん、猫さん、猫にゃー、ここんち猫いるんだよね。知ってる。何匹かいて日によって違ってる。今日は一匹か。チャットだだけだな。友達でね、野良猫に名前をつけてるのがいるんだよ。猫さんいるね。ここんち猫ちゃんいるんだよ。ここんち猫いるんだよ。あ、いたいた。閉店。あ、閉めようとしてた。客いないからね。もう2時間誰もだ。もしビールならいいですか。よかった。レコードかける。いや、鳴ってないの初めて。こんななんだ。なんだか違うんだな。鳴ってないだけで。楽屋に来たって感じか。来て開けるときはこうだよ。そう。なんだろうね。
閉める時も。客がいなくなって片付ける。鳴らしてる時もあるけど、大抵は切る。グラスや皿洗ってる音、布巾で拭く音を聞かないとならんから。レコード鳴ってるとそっち聞いてしまうから。そうなの？そうだよ、店でしか聞かないんだ。うちでは聞かない？ああ、プレイヤーないとか？ないよ。本当？聞くんだ、ここで。聞いてるんだよ、ここで、ずっと。よそでは聞かない。たまにライブには行ってもね。レコードは全部こっちだ。曲も演奏も、その中で起こってること、流れてるもの、片面にするか B 面に続けるか、次に何かけるか。ここで何もかけずにいるのはまた大事だったりする。たまに今日みたいに誰も来ないとき、始めと終わりでないとき、ぽっかりと空いてるとき、聞かないでいるのも。そう。じゃあ帰ります。はい、800万円。ごちそうさま。おやすみ。おやすみなさい。また。1952年の4分33秒。もう60年以上前の作品だ。ピアニストがステージに出てきて座る。そしてピアノの蓋を閉め、何もせずにいる。しばらく経って蓋を開け、また閉じる。この作業を3度繰り返し、最後にはステージから去っていく。演奏者は何の音も発することのない作品。その演奏、経過時間がそのままタイトルとなった作品、ジョン・ケージ4分33秒。
ると丸はご飯だご飯だとお座りをしながら顔を向け、前足で落ち着きなく地面を叩く。右右右左左タンタタン、右右右左左タンタタン、尻尾も宙に揺れパタンパタンと地面に当たり、ちょっと待っててね、サエが来るからね。丸は分かったのか分からないのか催促し続ける。右右右左左タンタタン、アルミのボールに入っているドッグフード、持っていくと匂いで分かるのだろう。舌を出して鎖をいっぱいにしてこっちに来ようとする。勢い余ってビュッと鎖が引っ張れて転んでしまいそうになったり。かつての犬たちはもっぱら残飯だった。ご飯に味噌汁、おかずの残り、ドッグフードの時もあったがご飯の方が好きだった。まだ犬の栄養や健康をとやかく言われなかった頃、お座り、お座りしても体が揺れている。お手すればいいの、くれるの、とても言うように前足を、足だというのは分かっているけどやはり手と呼びたくなる。ヒュッヒュッと出してくる、あまり散らすとよだれが垂れてくる。ああいいよ、よし、もうあとは脇目の振らずだ。コンクリートの上に置いたから食べているうちに不安定なボールが少しずつずれていく。ジャリジャリと音がする、チェーンが時々ボールに当たる、カチッとかチャリッとか。台所にあった小さな鍋、絵が取れてしまっているのがお下がりになって水入れになっている。チェーンが引っかかって時々地面に擦れる、めったにないことながら引っかかってガチャーンとひっくり返り水が辺り一面にこぼれてしまうこともある。ミニマルミュージックはどこにでもある、ロックがどこにでもあるように、シュルレアリスムがどこにでもあるように、誰だってミニマルという、もう反復がメインになっていて民族音楽でなければすぐに、ああ、あれはミニマルなのである。だが本当にそうか。これらの音楽は実のところヒーリングミュージックのように気分をリラックスさせるようには必ずしも響かない。もしそういう聞き方ができるというなら、それは単に録音でだけ聞いているからだ。ライヒでもグラスでもいい、実際にライブで聞いてみれば音の厳然性が際立っていて、それに圧倒されることだろう。その場にいればわかること。ライヒは拍手のための曲を作ってみたくなったという。人の体を超えた楽器を必要としないから、これなら特別に楽器を持ち運ばなくていいし、レパートリーがなくなってしまってもアンコールに応えることができる。では皆様から熱い拍手をいただきましたので、今度は私たちが同じ拍手で返礼することにいたしましょう。閉めるんだって。誰かから聞いた。うん、こっそりと思ってたんだ。
少なくとも閉店セールみたいなのはなしにって。ホームページにも出てなくて。来たらなくなってるの方が良くないかな。あまりゾッとしないね。店がね、この前の地震でところどころひびが入っちゃったらしいんだ。安不審だったんだな。まあ俺が借りられるくらいのものだから。反対しない？ここでもう20年、30年近くやってたんだ。もういいだ。この店はここなんだし。レコードは処分した。惜しくない。覚えてる。 LP のジャケットと録音されているものはいつでも頭の中で響かせられる。もう聞かなくなっていい。聞いたら、そう、また新しい発見がある。それも分かってる。だから、どこかでまた耳にしたら、それはそれでいいんじゃないかな。そう。またどこかで。かもしれない。顔合わせるかな。道ですれ違ったり、ライブでばったりとか、わからないな。道とはここで会うだけだったから、もう会わないかも。会うときはあるもんだよ。何十年経っても。面白いもんでね。この年になるとそう思う。そんなもんかね。そんなもんだ。この椅子、カウンターで、このスピーカーで、それは覚えているし、それでいいんじゃないか。忘れてもいいし。そうなのかな。そうだな。この店のこと書きたいな。うん。書けるかな。いただきましたので、今度は私たちが同じ拍手で返礼することにいたしましょう。